鎌島は岡山県倉敷市下津井に属する無人島である。水島諸島に属する。かつては有人島であったが無人島化している。和芝山南側のくすみの花の南方約 1km 沖にある三角形の無人島。面積0.40平方キロメートル、周囲約3.2キロメートル。島内からは 縄文土器及び、弥生土器に加えて、古墳群が発見されており、古くより人が居住していたと考えられる。平安時代中期、鎌島には、天行の乱にて、藤原住友が都落ちしてきた。藤原住友は鎌島に城を構え、天行を2年2月に、官軍大将の藤原治実の戦隊を、打ち破ったという記録が、全太平記にある。島内には、 この際の定石や塩釜神社の跡が残っている。江戸時代中の1646年より、岡山藩に所属することとなった。同時代の書物、キビオンコヒロくには、田畑一町八端、八数一県、男女八人との記録がある。その後も、人口の少ない友人島であったが、1906年には、筆会小学校の文教場が設置される。 第二次世界大戦後に多くの入職者がおり、1955年に小島市立下津井中学校の分校が設置された。昭和30年代末頃には、夏季の海水浴客を中心に年間で1万人、近い来島者がいたという。しかし、その後急速に住人の流出が進み、1970年に中学校の分校が休校。 1972年に小学校の分校も休校となった。そして1980年の国勢調査時点で無人島化している。1986年より柿のみ、期間営業の民宿と茶屋が開かれたが、そちらも後に閉鎖され、現在に至るまで無人のままである。また休校となっていた小中学校も1979年に 小学校の文校が正式に廃校となり、それから10年後の1989年には、中学校の文校も正式に廃校となった。現在は、家電ホテルが島を管理をしている。福田誠一が監督した、二等兵物語死んだら、神様の巻公開のロケ地でもあった。島内には、海水浴場があるものの、設備はないため必要な機材はすべて、 持ち込みとなる。島へ渡るためにはチャーター便を利用する必要がある。ありがとうございます。